ぞ、知るぞ、わかるぞ、聞くぞ。皆さんこんにちは、編集長の庄島です。今回は2021年度入学者選抜についてポイントを紹介していきます。選抜試験の概要が載っている入学者選抜要項に関しては8月上旬を目安に皆様に配布できるよう準備進めております。ですのでそのタイミングに合わせてですね、また再度詳しい動画をアップしていこうと思いますのでチェックしてみてください。それでは早速、まずは選抜一覧の紹介です。2021年度入学者選抜は学校推薦型選抜、総合型選抜、一般選抜のそれぞれの選抜種別に設定されています。この動画では今年度の入学者選抜を簡単にポイントだけ紹介しておりますので、あまり難しく考えないで大丈夫ですので、早速説明してまいりますね。ポイントは大きく分けて3つあります。まず1つ目、1つ目はリーディングスキルテストです。2つ目、 CJ アドミッションポリシー型選抜の併願制について。3つ目、一般選抜における選抜方法です。では具体的に一つずつ見ていきましょう。ポイント1つ目、リーディングスキルテストです。学校推薦型選抜と総合型選抜すべての選抜区分で導入します。そもそもリーディングスキルテストって何って思っている方いると思いますので、説明していきますね。リーディングスキルテストとは基礎的な読む力、読解力を測るテストです。こちらのテストは一般社団法人教育のための科学研究所が人工知能の研究を通して開発したテストになっています。このテストを導入した意図としては、筑紫女学園大学は接続というものを意識した育成型の選抜を意図しております。高校段階において文章を正しく読む力、その素養を把握し、大学での就学支援につなげていきます。そして皆さんが入学後の4年間成長を遂げていただくための手段の一つとして意図して試験科目に取り入れております。リーディングスキルテストの詳細については、一般社団法人教育のための科学研究所のホームページから例題などご確認してみてください。続いてポイント2です。特待生制度対象の CJ アドミッションポリシー型選抜はですね、他大学を受験することができます。また一定の基準を満たす方に関しては年間の授業料 100% が免除になって特待生として採用します。特待生として築城を目指したいという方はですね、この CJ アドミッションポリシー型選抜とですね、一般選抜の2回チャンスがございますので、まずはこの2つ、ここからですねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。また合格して入学手続き後にも他大学を受験することができます。そのため国公立が第一志望ではあるが、まずは築城で特待生を目指して、そして合格してからですね他大学を受験していくっていうような用途でも使えるかと思います。続いてポイント3です。ポイント3は一般選抜についてです。一般選抜についてキーワードが3つあります。まず1つ目、1つ目は選抜方法と選抜期間についてです。2つ目はですね、併願制度を刷新しました。3つ目はですね、英語民間試験の活用方法についてです。では順に説明していきましょう。2021年度一般選抜ではですね、大きく分けて2つの受験方法があります。それはこちら、まず1つ、 A 方式個別試験が必須メインになってます。そしてもう1つ、 B 方式ですね。 B 方式は大学入学共通テストのみの A 方式 B 方式、大きく2つの受験方法に分かれています。選抜期間です。前期中期後期、3つの期間に分かれて選抜が行われます。でここで注意が必要なのは、中期選抜のみ A 方式が募集がありません。各スケジュールについては入学者選抜要項をご確認ください。では2つの受験方法について少し詳しく見ていきましょう。
まず A 方式です。 A 方式は個別試験にウェイトを置いた選抜試験になっています。個別試験と大学入学共通テストを併用して受験するものが1型、そして個別試験のみの受験方法が2型となっております。 A 方式の1型の大学入学共通テストの科目に関してはですね、すべての科目が対象となっています。その科目の中での高得点2科目をですね、判定に使います。ですので皆さんがこれまで高校生活で頑張ってきたことであったり、得意な科目ですね、そういった幅広いところをですね、見ていきたいっていうのがこの A 方式1型になっております。また初等教育コースに関してはですね、 A 方式2型個別試験のみでのですね、募集は行っておりませんのでご注意ください。 A 方式1型はですね、個別試験、大学入学共通テストにプラスしてグループワークを導入します。続いて B 方式です。 B 方式は大学入学共通テストのみで受験する方法になっております。 A 方式との違いは、A 方式は全ての科目が対象となっておりましたけども、 B 方式では本学で指定する科目、ここが違うポイントになっています。 B 方式においては基幹科目である国語、外国語、選択科目のうち高得点1科目をですね、加えた合計点で判定をしていきます。そしてですね、 A 方式1型、2型説明しました。そして B 方式、それぞれで出願することは可能になっております。 A 方式、B 方式それぞれでですね、科目の尺度が異なりますので、自分に合った受験方法を選んでぜひチャレンジしてみていってはいかがでしょうか。一般選抜のポイント2つ目です。2つ目は併願制度についてです。ご覧の通り学部を横断してですね、学科コースを最大3つまで併願することができます。数字は例なんですけども、この1から8の中でですね、自分が好きなものを3つまで選んで併願することができるという制度になってます。この場合ですね、書いてある通り2つでも3つでもですね、検定料に関しては同額になっておりますので、とてもお得な併願制度になっております。ポイント3つ目です。一般選抜のポイント3つ目はですね、英語民間試験の活用方法についてです。活用方法としましては、加点方式を採用いたします。高校生活の中での皆さんの頑張りを評価いたします。加点要素に関してはですね、ご覧いただいています通り英検、GTEC、他これと同等の英語力があると本学が判断するもの、そして必要書類に関してはですね、入学者選抜要項をご覧ください。以上が2021年度入学者選抜のポイントでした。正しい情報をうまく収集して余裕を持って試験に臨んでいただければ心配はないかと思います。それではまた別の動画で会いましょう。さよなら。行くじゃん、地区じゃん。